豊川国府線で使用されている小型バス、豊川国府線、市宮線以外の路線で使用されているジャンボタクシー、豊川市、コミュニティバスは愛知県豊川市が運営しているコミュニティバスである。路線は市の中心部と市内各地区を結ぶ基幹路線と各地域内を巡回する地域路線に対別され、基幹路線6路線、 地域路線に4路線から構成される。2011年10月31日までは、旧保イグンとト町内を運行する路線のみを、豊川市、コミュニティバスと呼んでいた。同年11月1日に、市内バス路線が再編され、豊川市内全域のコミュニティバス路線について、豊川市、コミュニティバスと呼称することとなった。これまで、豊川市内には、豊鉄、バス、 名鉄バス、豊川市、コミュニティバス、いかまい館送迎バス、水戸地区福祉乗り合いタクシーといったバス路線が存在した。市が行った公共交通に関するアンケート調査によると、行きたい施設がある地区には、学区でいうところの大田、中部、金谷、桜木豊か、豊川といった市の中心部にある地区が上位を占めた。ところが、 豊鉄バスや名鉄バスも路線があるのは市内の一部地域のみで前期の行きたい施設がある地区に直結しているとは限らず1980年代後半までの路線整理でバスが走っていない地区が多く存在していた一方、音は市のみや水戸地区のバスはその地区内のみで運行していたため公共交通機関を利用して 市の中心部に行くためには何度も乗り換えなければならず、自家用車を運転できなかったり所有していない人には大きな負担となっていた。そこで公共交通に関する市民満足度の向上や市中心部へのアクセス性改善を目標とし、豊川駅、国府駅、諏訪地区を交通結節点と位置づけ、これらの地点を起点とした交通ネットワークを構築することとなった。なお、 豊川市、コミュニティバスの運行開始に伴い、これまで、豊川駅前から、市の北部のギユギヨ、ランドや、友愛の里を経由し、国府駅まで運行していた豊か鉄バス、豊川北部線は廃止となり、水戸地区を通過していた名鉄バスに市の浦豊橋線も、コミュニティバス運行開始の1年半後に廃止された。豊川市、コミュニティバスのバス停豊川国府線と市宮線は、 豊田鉄、バス株式会社、それ以外の路線は、豊田鉄、タクシー株式会社が運行する。車両は、豊川国府線が、小型バス、市宮線が中、大型バス、それ以外の路線は、ジャンボタクシーを利用する。基幹路線と、音羽地区の地域路線、小湯地区の地域路線は毎日運行。市宮、 水戸地区の地域バスについては、それぞれの項目を参照。1月1日から1月3日は、全路線運行を休止する。豊川駅前豊川市役所前から、豊川体育、建前豊川市民病院名鉄八幡駅、国府駅、u 愛の里豊川駅、国府駅、諏訪地区という交通欠接点を結ぶ路線。豊川体育館前から、 免許センター前まで、稲荷前から、豊川駅前バス停までは、豊か鉄橋とバス停を共有する。なお、諏訪地区や八幡駅付近を除いて、かつて、名鉄バスが、豊川蒲郡線として運行していたルートを通る。上線量集会所、三蔵市豊川駅前豊川駅東口、三谷原、三上地区市民館市の北部にある線量町から、豊川駅前を経由し、 東部の三上町に至る路線である。下線量から豊川駅前までは、コミュニティバスの運行開始と同時に廃止された豊か鉄、バス、豊川北部線と同じルートをたどる。また、豊川駅前から東湖町付近まではかつて存在した、豊か鉄バス豊川和達寺線とほぼ同じルートを通る。友愛の里ギヨギヨランド豊川海軍、交渉平和公園市役所豊川体育。 建前と川市民病院、桜町市民館小坂井支所稲駅前一万、楽西小坂井駅 u 愛の里から、市役所、市民病院、大田中学校区を経由して、西小坂井駅に至る路線。豊川市、コミュニティバスで、旧本郡小坂井町を通るのはこの路線のみである。豊川駅前、東名豊川都市火神社前から、市宮総合支所本宮の湯と豊川駅前から、 一宮地区にある本宮の湯に至る路線であるが、すべての便が、豊か鉄バス新豊か線に直通しており、例えば、豊橋駅前から、本宮の湯まで行く場合、豊川駅前で乗り換える必要はない。豊川駅前から一宮総合支所までは、豊か鉄バスとバス停を共有している。国府駅後、豊橋西から、ひまわりのお京とはおとわ市長とは中学校、名電長沢駅、 グリーンヒル、オトワ国府駅から、小湯地区、オトワ地区中心部を経由して、オトワ地区の西部にある住宅地、グリーンヒル、オトワまでを結ぶ。一部の便は、国府駅から市役所まで直通運転をする、ひまわり農協オトワ、または、オトワ市所バス停で、オトワ地区の地域路線、つつじバスと接続する。国府駅、国ククマート国府店前から、 水戸市小愛知水戸駅前引く赤根自動館国府駅と水戸地区とを結ぶ路線である。一部の便は国府駅から市役所まで直通運転をする。すべて日水、日土曜運行。通じバス赤坂大城赤坂大市民館、三昼赤坂名電赤坂駅、ひまわりのお京音は、音は市所ひまわりのお京音は、名電赤坂駅長根萩市民館小林。 萩市民館長根名電赤坂駅、ひまわりのお京音は音は支所ひまわりのお京音は、名電赤坂駅赤坂大市民館、赤坂大城一部区間を除き、フリー条項を実施している。国府駅、山中小湯店東沢二区集会所、東山南、山中小湯店国府駅毎日運行。豊川四五湯町のうち、国道1号より、東側の住宅地と国府駅や、 商業施設等を結ぶ路線。国府駅で他のバス路線に乗り換え可能。五遊町内にある五遊駅前にはバス停が設置されていないが、東沢肉周回所バス停が最も駅に近い。運賃はゾーン制を導入し、同一ゾーン内で利用する場合は一乗車200円。ゾーンをまたいで利用する場合は300円である。ゾーンの境界は豊川体育館前バス停である。 また、乗り継ぎをする場合、乗り継ぎ券を受け取れば、同一ゾーン内は無料、ゾーンをまたいで利用する場合は100円である。地域路線はゾーン制を導入しておらず、一乗車100円である。豊川市、コミュニティバスの運行開始に合わせて、豊か鉄バスの豊川市内の区間でも、ゾーン制運賃を導入した。ただし乗り継ぎ割引は利用できない。 旧音羽町コミュニティバスの車両旧豊川市、コミュニティバスのバス停二千十一年十一月一日の新豊川市、コミュニティバス運行開始までは豊川市、コミュニティバスは音羽地区内で運行されていたコミュニティバスを指していた。旧ホイ郡音羽町では、かつて大技、赤坂、萩に名鉄バス萩線が存在し、大技、長沢を含む国道一号線を 岡崎浜松線が運行していたが、1985年の名鉄バス、萩線配信以降、町内にバス路線がなかった。高齢者などの車を持たない人は町内を移動できず、公共施設や買い物にも行けないため、大変不便な状態だった。これを是正するため、名鉄バス、萩線廃止から約15年後の2001年6月1日、 音ト町コミュニティバスが運行を開始した。音ト町コミュニティバスは2008年、音ト町の豊川市への編入と同時に、豊川市コミュニティバスに改称された。この当時の2路線を有していた。これらの路線は、現在の豊川市コミュニティバスの音ト線や音ト地区地域路線に受け継がれた。以前は、日曜日や年末年始は運休していたが、 新しいコミュニティバスでは毎日運行するようになった。ありがとうございます。